はい、それでは、ユイファイのセッションを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。スライドをお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、改めてユイファイのセッションを始めさせていただきます。まず最初に簡単に登壇者のご紹介から始めたいと思います。株式会社セルシスリードエンジニアの稲葉亮様。ちょっと待ってくださいね。何を喋らないですか。失礼しました。はい、株式会社セルシス、の稲葉亮です。セルシスでは、クリップスタジオペイントの開発のリードエンジニアを務めております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。それから、SD テック株式会社副社長 CTO の鈴木博隆様でございます。はじめまして、 SD テックの鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからルンビニ美術館アートディレクターの板垣隆様です。はい、板垣です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして私、株式会社ワッコムより石、この4名で、進めてトークセッションを進めてまいります。本日のアジェンダなんですけども、こちらの4つになっております。時間限られてますので、なるべく収まるようにしっかり進めていきたいなと思います。で、早速なんですけど、このワコムユイファイのコンセプトについて私から最初に簡単にご紹介させていただきます。はい、ワコムユイファイ、本邦初公開のワコムユイファイなんですけど、このコンセプトについてご紹介します。で、そもそも何なのかということなんですが、今ワコムが現在開発中の新しいウェブサービスになります。アーティストや作品に固有の創作の証、それから作品のストーリーをしっかりと記録して、そして思いを込めて作り出された作品に対して唯一無二の新しい価値を付与したいと、そういうコンセプト、思いのもとで、開発中のサービスでございます。で、具体的にどういうことができるかということを本当にかいつまんでお伝えしますと、まず作品、デジタル作品に対して固有のデジタル ID を発行し、さらにそのデジタル ID を作品に埋め込む技術を、持っております。また作品に対してアーティストさんがご自身でライセンスを設定したりとか、アーティスト同士のコラボレーションをしっかり記録する、そういったことが可能になっております。で、このワコムユイファイなんですけれども、作品を登録する際の入り口を創作ソフトウェアに、しておりまして、創作ソフトウェアで作ってからダイレクトに、ワコムユイファイに作品を登録できるようにしております。で、冒頭申し上げたその創作の証明とかライセンシングのような権利管理のような側面だけじゃなくて、創作にまつわるいろんなストーリーも記録できるようなものとして作っていきたいと考えております。で、現在ですね、セルシス様にご協力いただきまして、クリップスタジオペイントと連携させていただいております。ワコムユイファイと連携する世界初のパートナーとしてセルシス様に今ご協力をいただいております。で、今テスト版が出来上がりまして、一部のクリエイターさんに実際にお使いいただいて、フィードバックをいただいているという、ステータスになります。でですね、まあ、私がいろいろ申し上げてもなかなか伝わりにくい部分もございますので、次のパートで、実際に稲葉さんに、クリップスタジオペイントとワコムユイファイの実際にちょっとライブでもしていただきます。そうしましたら、じゃあ稲葉さん、バトンタッチさせていただきますね。よろしくお願いします。あと鈴木、ごめんなさい、ちょっと補足します。鈴木さんからもテクニカルなところで少しこう補足なんかいただけるとありがたいなと思います。ちょっと無茶ぶりですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、セルシス稲葉の方から、ユイファイとクリップスタジオペイントの、連携についてのデモをさせていただきたいと思います。ユイファイはですね、創作した作品を、ユイファイ上に登録して、それで、先ほどご紹介いただいたような、創作の証などを、ウェブ上で、公表などできるサービスとなっております。そして、こちらですね、弊社のクリップスタジオペイント、このようにドローイングするアプリなんですけれども、このドローイングした、完成したものについて、少々お待ちください。
まあ、ドローイングしていって、まあ、絵が完成しますと。でこの絵について、創作の証というものを UEFI と連携してすることによって登録することができます。こちら、テスト版ではこちらに UEFI のメニューを追加いたしまして、こちらからセキュアードの書き出しができるようになっております。こちらアーティスト名、メールアドレスなどを設定する画面となりますが、こちらはあらかじめクリップスタジオペイントのアカウントと連動して入力済みの項目となっております。アーティスト名にはこのような仮で今入力されている状態となります。次へ押すと、次からは通常の書き出しと同じようなステップで書き出しになっていきます。こちらで書き出しますと、通常はこちらでピング画像として書き出されるんですけれども、うんうん、こちらの UEFI の連携機能はこの書き出しと同時に UEFI への登録というものも実行されています。うんうん、今 UEFI のサーバーと接続してUEFI の方にこの作品を登録を実行しているという段階になります。鈴木さん、ちょっと横から失礼します。このあたりの実装をまさにワコムの一員として全面的にご支援いただいたんですけど、これって裏側で実際どんなことが起きているのかって本当簡単にお伺いしてもよろしいですか？そうですね、今一瞬で描いてもらったこの絵ですけど、はい、書き出しをすると、まあ、稲葉さんおっしゃってましたけど、サーバーにデータが送られてくるんですね。でそこでこの画像に対してこの絵は僕が描いたんだよっていう、その、まあ、証明証、これまあ ID だったりするんですけど、いうものをこの絵に直接、この画像データに直接埋め込んでるっていうところが一つポイントなんですけど、それがサーバーで起こってます。で、その結果っていうのが今、まあ、返ってきましたよっていうところですね。あんまり答えになってないですね。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。それで今無事に書き出しと BFI 上への登録が終わりましたので、この完了の画面が出ております。でこちら UEFI 上で確認するというボタンを押しますと、UEFI のウェブサイトにつながり、今はちょっと仮でログインしてないんですけれども、こちらに登録されたものが表示されることとなります。それでもう一つですね、先ほど広高さんからお話がありました通り、書き出されたものに対してマイクロコードというものが埋め込まれ、そちらに作品の情報が載っているということになります。そのマイクロコードを確認するためには、この UFinder で画像を見るという画面を選択し、書き出された画像を選択します。すみません、書き出した画像をどこに保存したのか、これかな、今書き出された画像を読み取っているところです。そうですね、少々お待ちください。こちらの処理も、はい、画像に埋め込まれた、情報、目には見えないんですけれども、それを読み取って、UEFI のサーバーに送ることによって、UEFI の情報を表示するというような機能となっております。ちょっとライブデモで一番ちょっとだいぶ時間がかかって逃げたくなる瞬間ですね。これ今なんか突っ込んだ方がいいですか？多分ネットワークが非常に遅延していますので、まあ、こういった感じになっております。さっきも言いましたけど、この画像に、まあ、絵はもちろんローカルで描いてるんですけど、自分が描いたよって証を入れるとか、この画像に入ってる証を見るっていうのは基本的にサーバーとのやり取りになってきて、で今帰ってきた感じですか？はい、今ちょうど出ましたね。ようやく良かったです。安心しました。こちらの下部のところにですね、この画像に埋め込まれた情報からこのアーティスト名っていうものが引っ張ってこられて、ここに埋め込まれた情報が埋め込まれているということを確認することができます。でこちらも画像に埋め込まれた情報を利用して、UEFI のページにつながり、
サービスが始まっていれば、まあ、こちらの画面で、情報が確認できる、創作の証が確認できるといった、ことになります。ありがとうございます。ちょっと鈴木さんにまたもう一個ご質問してもよろしいですか。はい、この埋め込んだ ID とかマイクロマークとかってやっぱりこうある程度こう強度っていうか堅牢性が保たれてた方がいいかなと思うんですけど、なんかそのあたりの今のこうステータスとか課題とかそのあたりちょっとお聞きしてもよろしいですか。まあ、繰り返しになりますけど基本的にはこの書いた画像に直接埋め込むんですね。だけど絵は変わっちゃいけないっていうその制約の中でどうやってその情報を改変されたり消されたりしないようにこの絵に直接埋め込むかっていうところがすごくチャレンジング で、まあ、常にそこはそのアルゴリズムのクオリティを上げて強靭なものにするっていうのは今も現在でどんどん現在進行形でやってますけど、もう相当強いと自信を持って言える状況ですね。だから透かしっていうかそのマイクロマークが入っている絵を持ってきてこれ誰の絵だって言ってるけど俺のものにしちゃおう、だからもう消しちゃうぞって言ってちょっとなんか少し絵をいじってみるとか、どうせ透かしなんだからなんか色変えたら消えんだろうって思ったら、絶対消えないっていう、まあ、そこはものすごく力を入れてるところですね。ありがとうございます。早速いただいて、はい、ようやくそこの技術レベルも向上してきて自信を持って出せるものまで仕上がってきたなというふうに思います。はい、ありがとうございます。少し分かりづらかったと思うんですけどこちらの書き出されたピング画像ですね。ありがとうございます。普通のピング画像なんですけれどもこちらにそのマイクロマークが埋め込まれていてこちらの情報が読み取れるといったものとなります。はい、そうですね。以上でよろしいでしょうか。はい、はい、大変ありがとうございます。どうもありがとうございました。少しでもようやく昨年振り返るとまだこうしっかり動くものができてなくてようやく実際に動くものとしてまたセルシスさんにもご協力いただいてこうしてこの場で見せることができてすごく私担当プロジェクトの担当者としてもすごく感慨深い気持ちでおります。 ありがとうございます。じゃあ改めて稲葉さんあと鈴木さんありがとうございました。ありがとうございます。で続きましてですね、アーティストの小林悟様とのユーザーテストストーリーについて話してまいります。で今回のこのクリップスタジオペイントとワコムユイファイを、今回ご登壇いただいている板垣さんにいろいろとご協力いただいてアーティストの小林悟さんに実際にお使いいただきました。でその時 のエピソードとかストーリーとかまたそこから得られた学びみたいなものをこれからこのパートでは主に板垣さんとお話し進めてまいりたいと思います。板垣さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にアーティスト小林悟さんのご紹介になります。本当にそうですね、ここにまあ書いてある通りといえばそうなんですけど個人的にはすごくこう線の造形美というかこうつながる独特な線さらにこう独特な鮮やかさの色彩を持った作品がすごく印象的ですごくこう異彩を放つアーティストさんだなというふうに思っております。コネクティリンクの企画だったりですとかあとはヘラルボニーさんの商品に採用されたりとか幅広いところで悟さんの、まあ、がご活躍されております。で早速ちょっとなかいろいろ話したいことあるんで話しすぎないように気をつけようと思うんですけど当時のことを振り返りながらちょっと話していきたいと思います。で一番最初に私今回のユイファイのテストのためにテーマをくださいということで点と点というテーマを作らせてもらったんですね。私が決めたテーマで作品を作ってもらうって本当になんか宝物のような経験をさせてもらったんですけどなんかその悟さんの制作スタイルとしてなんかテーマがあった方が書きやすいのかとかあとテーマがあるときに今回は板垣さんに紙に書いて渡してましたけど毎回こういうやり取りがあるのかなんかその辺のちょっとストーリーをお聞かせいただいてもよろしいですか。はい、悟さん自身は自分の知ってる好きな歌の歌詞とかそういうものを何も見ないで書いたりとかっていうのがあるんですけれども、現在はいろんな方からのリクエストに応えて書くっていう、場合がすごく多いんですね、依頼された仕事として書くということが多くて、今回もせっかくそのユイファイの実証実験ということでしたのでせっかくならユイファイに
まつわる何かテーマを佐藤さんに書いていただいたらいいんじゃないかなということで、うん、石井さんにテーマの提示をお願いしたところでしたね。はい、うん、ありがとうございます。はい、ちょっと次に行かせてもらいますね。でこちら当日の佐藤さんのご様子をいくつか、はい、すごいニコニコしてめっちゃご機嫌でしたね。これ本当にすごくご機嫌のように私は思ったんですけど、普段から結構制作される時って こんな感じなんですかね。うん、その時々です。この時は本当にすごくニコニコしてて、うんうん、もうこの部屋にやってきた時から本当にニコニコして、帰ってる間もずっとニコニコしてなそうでしたね、何がそんなに楽しいんだろうっていうぐらいニコニコしてたので、うん、本当にマックスニコニコしたサトルさんの制作風景でしたね。うんうん、はい、そこに立ち会うことができて、ね、私もすごく良かったです。はいはい、すごく淡々とした顔でこう、うん、書いたっていう時もあるので、うんうん、この時は本当にニコニコしてました。うん、ありがとうございます。本当にそのご機嫌だったことの影響してるのか分かんないですけど、すごく塗る色を塗るときの筆圧が強くて、これ実は撮影させてもらってたときにデスクにこう GoPro を置いてたんですけど、それが落ちてしまったときにちょうどサトルさんがあぐらをかきながら制作されてる写真がちょうど残ってたんで、ちょっと勝手に使わせていただきました。そうですね、机の上に GoPro があって、サトルさん多分この液タブがこんな筆圧で書く人あまりないと思うんですけど、佐藤さん筆圧すごい高くて、ぐら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 机入れてゴプロがゴロンと落ちて足が映ったっていう、そうですね、そういう瞬間ですね。はい、はい、いいですね。で当日お部屋にはですね、サトルさん、それから板垣さん、またあと菅原さんというビデオグラファーの方にご撮影協力いただいたんで、すごくこう3人の和やかな雰囲気がすごく印象に残ってるんですけど、佐藤さんは菅原さんのことってご存知だったんですか？はい、おととしのコネクテッドインクからその、いろんなロゴデザインとかそういう仕事を菅原さんに撮影いただいて、その動画をご提供するということで、菅原さん何度か佐藤さんを撮影してたんですね。あ、そうだったんですね。なのである意味こう馴染んだカメラ、ビデオカメラマンさんだったっていうのもあります。うんうん、あ、はい、そうだったんですね。うん、なんか本当にこの3人が織りなす何とも言えない穏やかな雰囲気の中で制作が進んでいって、はい、撮影してるのにカメラマンに佐藤さん背中描いてくださいって言って、そうですね、片手で撮影しながらこう片手で背中描いて、で撮った動画っていう、なんかすごく当時の雰囲気がとても印象的だったなと思ってます。でこちら実際に先ほど稲葉さんにデモしていただいたクリップスタジオペイントを使った時の様子になります。で今回の UiFi のその機能とは直接は関係ないんですけど、こう、まあ、色線を描いて色を塗るっていった時に、そのレイヤー分けとかって どういう体制でやられてたんですか？一昨年のコネクテッドインクの時に初めてキタブでサトルさんは生まれて初めてのデジタルドローイングをしたんですけれども、うんうん、まあ、本当に最初から見事に使いこなして何の違和感も抵抗感もなかったみたいで、最初いろいろ説明しようと思ってたんですけど、なんか説明してる途中でもう書き始めて、あ、いらないんだ説明と思って、まあ、そのぐらい直感的に使えるUI だっていうことだと思うんですけれども、うんと、レイヤーに関しては、サトルさんの描画に対してどういうレイヤー分けが最適なのかなっていうのはちょっと探りながらだったんですね。サトルさんは知的障害がありますので、自分でその UI を操作してレイヤーを新規で追加していくっていうような操作は難しいので、私がそばにいてそのレイヤーを重ねていくということをするんですけれども、基本的に線は、残るようにということで、佐藤さん線が最も重要な、佐藤さんにとっての重要な造形ですので、線の最初に引いたドローイングしたレイヤーを最上位の層にして、その下に色彩のレイヤーを置くと。で色ごとに分けてレイヤー作った時もあったんですけども、基本的に1枚のレイヤーで全部彩色した方が混色だったりとかそういったのも綺麗に出るので、現在はその1枚のレイヤーで全部彩色してもらっているような感じですね。うんうんうん、あ、ありがとうございます。興味深いです、ありがとうございます。で実際にこの我々のワコム UiFi、 先ほどデモの時には割愛させていただいたんですが、こう作品のタイトルとか制作にまつわるストーリーなんかも記録してもらえるようなサービスとしてご紹介させていただきました。この時板垣さんと悟さんの間でどういうやり取りがあったかってちょっと思い返していただいて、ご共有いただいてもよろしいですか？はい、はい、最後にその何て言うんでしょう、メッセージ的なものを盛り込めると、何かこう作品の背景にあるストーリーだったり、作者がその作品とともに伝えたいメッセージもここに盛り込めるということでしたので、
おそらくサトルさんにとってサトルさん権利とかそういったことに対してはおそらくなんていうかな関心はないと思うんです、うんうん、ただそれの作品とともに何か自分の思いとか言葉が伝わるっていうことは、うんうん、サトルさんにも、実感を持ってこの機能を使ってもらいたいと思ってまず説明をしました、うんうん、ですけれども最初不特定多数の人に向けた、うん、この絵を見る人に何か伝えたいことはありませんかっていう質問に対しては、うん、サトルさんは不特定多数の人を対象にしたメッセージっていうのは思い浮かばなかったんですね、うん、ありませんって一言言ってないんだって何も入力することないやと思ってでそれでうーんって考えてでサトルさんのお姉さんが東京にいらっしゃるんですね、うん、東京に住んでらっしゃってじゃあ東京にいる地図お姉さんに何かもしこの絵を見せるとしたらこの絵にどんな地図お姉さんにどんなメッセージを書きたいですかって言ったら、うんうん花の首飾りって言って井上陽水アロケイエスマイライフスピッツ、うんうん、かわいい君が好きなものって言ったのを順に書いてったっていうなんか自分の好きな歌を何か送るというか伝える、うんうんうん、っていうのがサトルさんの中に浮かんだようでした、うんうんうん、ありがとうございます、はい、このお姉さんまに宛てた手紙っていうことでもうちょっと時間もありますけど裏話になっちゃうんですが弊社から矢野というメンバーも同じ部屋にいてこの時のやり取りにすごく感動したらしくなんか泣きそうになったみたいなことを話してたのをすごく今思い出しました。ありがとうございます。もしかしたら、うん、ちょっと打足ですけれども、うん、このメッセージに例えばパスワードみたいなのをかけて、うんうん、不特定の人は見れないけど特定の人が見れるようなメッセージっていうのをもし実装できると、うんうん、そういうあなたへ愛を込めてみたいな、ねうんうん、ただ一人の一人のメッセージとかもここに入れられるのかなっていうのをその時思いました、うんうんうん、ありがとうございます。ちょっと少し駆け足でいきますね。でこれ後日談なんですけどこの撮影いただいた菅原由衣さんというビデオグラファーのウェブサイトにたまたま飛んだら最終的に私がすごく好きなドラマーの石若駿さんって方に行き着いたりしてなんかこういう作家同士のつながりっていうのを実体験を持って改めて感じました。これ夜中に一人で調べててニヤニヤしてたのを思い出したんですけどなんかこういう点と点の結びつきっていうのもしっかりサービスに残せると作品を見る側にとってはすごく面白い価値になるのかなっていうふうに思いました。でここからの気づきなんですけどやはり作品に込められた思い背後にあるストーリーだったりとかあとは作品やアーティスト同士のつながりにすごく価値があってそれを残すことにはすごく意味があるなということを改めて今回のユーザーテストを通じて感じました。私点と線がつなぐ結ぶ点と点アーティストの魂が紡ぐ物語というふうにちょっとラップが好きなんですけどそんなラップが思い浮かんだ学びも得ることができました。大変失礼しました。時間を押してるのにそんなラップすんじゃねえよって大変失礼しました。でここからなんですけどじゃあこの学びや気づきを得てじゃあこれから先実際にサービスを作っていくに向けてどうしていくかっていうところについてここは皆さんから少しコメントいただきたいなと思っております。でまだリリースのタイミング自体は未決定なんですけれどもなんとか2023年上半期頃までにリリースしていきたいなというふうに思っております。でここに書いてあるような、いろんな UI の向上だったり技術面の向上とかあとは今まだあまり実装しきれてないそのストーリーのや軌跡の記録共有というのもできるようなサービスに仕上げていきたいと思っております。でどうしようかな。じゃあ稲葉さんに最初振ってもよろしいですか。はい、このワコムクリップスタジオペイントおよびワコムユニファイというのを今後こうサービス化していくって考えたときにこうどういったサービスになるとよろしいかとかなんかそういうこうフリーなちょっと意見をいただきたいんですけど、はい、よろしいですか。非常に先ほどのお話初めてお聞きいたしまして、うんうん、そのメッセージ誰か特定にっていうアイデアが非常にすごいいいなって思いました。ああというのも、うんうん、UiFi のサービスってもともとはその権利をちゃんと守るとか、まあ、そういったところが発端にはなっていると思うんですけれども、うんうんうん、それだけですと、ちょっと堅苦しくて、皆さんが使うものとか、あるいは趣味でやっている方々にはちょっと届かないかなって思っていたんですけれども、うんうん、先ほどのようなアイデアがあれば十分にいろんなユーザーに対してアピールできる機能
になってくるかなと思いますので、うん、まあ、そういったあのユーザーの、まあ、価値を、まあ、改めて検討して、うん、まあ、あるいはあの技術的な面でも、まあ、いくつかありますので、うんうん、まあ、そういったことをクリアしてあのユーザーあの普通のですねアーティストも含め、うん、趣味でやってる方、ええ、まあ、クリップスタジオペイントを使ってる、まあ、皆様に、うん、まあ、これが届けられるようになればいいかなってちょっと思いました、うんうん、あ、はい、大変参考になります、ありがとうございます。そうですね、ちょっと時間もあれなんですけど、あの稲葉さんにはあとセルシオの成島さんとか渡辺さんとかに弊社のオフィスまでお越しいただいて、ちょっとお酒も、ね、あと鈴木さんもそうですね、いらっしゃって、当時どんなサービスするかって話した時に、こんなこう楽しい、ちょっと楽しい要素も入れたサービスにした方がいいねなんて、熱い議論をしたのをあの思い出しました。で、鈴木さんからも今後のサービス化に向けて、こう期待感とかこうコメントなど、ちょっと自由にコメントいただいてもよろしいですか。もちろんその技術はすごく大事だし、うんうん、例えば権利を守るとかっていうことをこう歌っている以上、そこはもう 120% に確かなものを提供する必要があると思うんですね、うんうん、ただそんなのってなんて言うんだろう、それ別に目的じゃないじゃないですか、うんうん、一番大事なのってその創作だったり制作をするっていうことだと思うんですね、うんうん、だからとにかくそこの邪魔をしない、うんうんうん、でちゃんと創作制作に集中して、もう本当に余計なノイズにならない形でこういう技術のサポートというか、うんうん、テクノロジーの実現というのができたらいいというか、そうしないと多分、まあ、意味がないと思うので、うんうん、まあ、今後は特にそういったところ、まあ、なんだろう、そのありきたりの言い方をすると UI UX とかっていうことになっちゃうのかもしれないですけど、うんうんうん、とにかくそこにちゃんとフォーカスをして、まあ、いいものにしていきたい、うん、だそのための今いろいろなそのユーザーテストっていうのをやっていますということで、うんうん、そこをしっかりと進めていきたいなっていう感じですね。そうですね。はい。うん。ありがとうございます。はい。最後ちょっと板垣さんにもう一度お伺いする前に、ちょっと稲葉さんにもう一度お伺いしてもよろしいですか。はい。一つの可能性としてさっきのセッションで出てきた奇跡アート、ここで出て取られる取れるデータとか情報っていうのもこのユイファイにうまく組み合わせて記録に残すっていうのも一つの可能性としてはあるんじゃないかなと思ってまして、そのあたりについてはこう率直にどう感じになられるかちょっとお伺いしてもよろしいですか。そうですね、もちろん奇跡のデータなどがあると非常にこの証明という場面で役に立つと思っておるんですけれども、うんうん、まあ、セッションでもちょっと言った通り、うん、奇跡の場合はすごい膨大な そうですね、データを記録しているので、うんうん、そこで証明となるデータを選別して残しておく必要があると考えてますので、うんうん、まあ、そのあたりどのようなデータが必要なのかっていうのを、うん、考える研究するっていうステップはちょっと必要になってくるのかなって思っております。ありがとうございます。最後にじゃあ板垣さんからもちょっと先ほども少しお伺いしたんですけど、改めてこのサービス化に関しての期待感とかコメントいただいてもよろしいですか。はい。今回その使ってみてでメッセージとかストーリーとかそういうバックグラウンドにあるものを伝えられるんだなっていう、うんうん、要はその描いた作品だけじゃなくて描いた作品 その背後にいる描いた人そのものを本当に垣間見せるぐらいのことではあるんですけれども、うん、それを伝えることができると、だからこれから伝わっていくいろんなメッセージの形とか情報の形によって、描いた人っていうものがもっと大切にされるような、うんうんうん、その存在感をこう絵を見る人絵を手にする人たちがこうよりぬくもりのあるものとしてその人の存在を感じるような、うんうん、そういう関係性っていうものがもしかしたらこのツールを使って醸成していくことができるんじゃないかなというような可能性を感じました。うん、はい、ありがとうございます。うん、そうですよね。なんか最近はこう AI が自動でアートを生成するサービスも増えてきて、それを否定するつもりは私自身はないんですけども、でもそれはそれで一方で人間が作った作品に残るぬくもりとか、 なんか汗と涙の結晶みたいなものなのかわからないですけど、なんかそういったものもしっかり記録に残せて人が作った作品に引き続き価値あるものとしてこう認識を持ってもらえるっていうことができれば、そういった側面でもユイファイがこう価値を持てるといいなというふうに感じました。はい。でちょっとこのままいろいろもうずっと長々とこう語り合っていたいところではあるんですけども、ちょうどお時間も来てしまいましたので今回のセッションこれにて終了とさせていただきます。稲葉さん、鈴木さん、板垣さん、どうもありがとうございました。またご清聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございます。